うん、まめっちゃ久々にこのヨーグルト食べた。このアングル超珍しいからね、下から下から元気に配信しております。朝食バイキングじゃないの？なんかバイキングも行けるんだけどさ、いやこの時期さバイキング食べるの嫌なんだよね。理由はお察しということで。まさにおはよう、それな。今年の冬もあなたの味方でしたって。味方でいてくれるのか。見て、あともうじゃあこれだけしかないんだけど、買いに行かなきゃ。おはようございます。今日は待ちに待ったお話し会ということで楽しみじゃね。一部は10時半から始まるんだって。だから10時半からスタンバイ完璧にしておきたいと思います。マジさ、さっきさあのハッツと集合時間一緒に行けないかなと思って、でもハッツ今どこにいるのかなと思ってショールームをちょっと覗いたんですよ。そしたら絶対ホテル違うなと思って絶対ホテル違うなと思って、あと今日誰がいるか分かんないから結局集合場所には部屋の一人で行くわ。メンバーの場所探るためにショールーム見るっていうね。でも絶対違う気がするの。今日初めましてします。よろしくお願いします。こちらこそお願いします。握手会も行かなかったら初めて飲んでいきます。めっちゃ楽しみだね。本当に楽しみなんだけど、え、マジハッツのショールーム皆さん覗いてみて。ヒアロの部屋と絶対全然違うから。え？うん、違うと思う、多分。だってハッツの方が、なんか壁が暗かった。マジで。さっき言いました、違うね。で、なんか違うよね。でももっとなんか絶対部屋ホテル違うなと思って。だからひやのちゃんは一人で行きますよ、ホテルまで。ほんと間違えたわ。壁は違う。やんねえやんねえ。ハーツもう終わってる。終わってんだ。本当はね、昨日メンバーに会えた、会えてないの。だから今日対面するはず。今日初対面するんだけど、今日の髪のポイントはこの横の毛です。この横の毛をこっちも巻きました。そうすることによって顔が小さく見えるらしい。知らんけど、知らんけどね。部屋の中で言ってたんじゃないから知らんけど言ってきます。マジでめっちゃ爆睡してた今日。ゴチめっちゃマジ爆睡の嵐だったから今日は元気いっぱいです。
マジ元気いっぱい。なんでかというと爆睡してたからです。マジ超寝た、本当に寝た。この世の人じゃないと思えるくらい寝た、マジで。まずメイク道具から片付けていく、片付けていく。さっきねメイク終わらせたんですよ。でメイク終わらせて髪の毛バーってやって配信って感じで配信してる。そして今に至ります。待って、くしゃみです。くしゃみマジ辛いんで、なんか昨日からずっと出てた、くしゃみが。まずこれを入れて、そんでこれを入れて、そんでこれ入れて、これ入れて、でそんでこれ入れて、そしてこれも入れて、でこれをここに入れて、そしてこれをこうして、これをこうする、そしてこうする、でこうバイバーイ。でパウダー系をこっちに入れて、そんでちょっと待っててね、待っててくださいね。まずはこれを入れます。そしてこの2つを入れます。そしてこのオイルをギューッと締めて入れます。そしてこれをギューッと締めて入れます。そしてこの2つを入れます。あー、水がかかってもうた。そしてもう多分入んないからこれを閉めます。空気を抜いて、こんな感じ、ボーン、入るかな、これ。入ったで出ないように閉めて、これを入れます。これはお家から持ってきたボディーソープです。そしてクリームも出ないようにしてこれを入れます。そしてこれもこの中に突っ込む、香水をつける、お腹にシュッボーン。これはどのリップを持とうかなって今考えてるんだけど、今つけてんのがこれとこれだから、これとこれを持っていく。あとは持ち運び香水。以上。ボン。オッケー。
てパンパン。ね、アクセサリーどうしようかなと思って。でもさ、でもやっぱこれがこの服には一番合うなと思って、これにしようかなと思います。今日のアクセサリーは、はいはいはい、閉まるかしら。あ、閉まったわ。オッケー。そしたら今日のカバンの準備をします。とどろき、とどろきこっちおいで。今日のカバンはこれ、今日持ってきたカバンはこれかこれなんですけど、でもこっちの方がね内容量が多いのだからこっちにします。昨日このカバン使ってたんですよね。かわいい。財布入れる、リップを入れる、腰もこんなかで閉める。そしてイヤホンを入れる。んで、いや、この充電器入れるでしょ。それで終わりでしょ。腰入るのかな、これ入んねえよな。オッケー、腰は入れない。今日持ってきたとどろきはこちらです。やっぱとどろきはさ、持ってきとかんといけんのんよ。朝からのとどろきです。これを今日のは持っていきます。そしてよいしょ。本日のマスクは、今日本日持ってきたマスクはこちらの2つなんですけど、でもこっちの方がね、なんかこれはなんか医師が考えたらしいの。だから医師が考えたから、このよっぽど効くんだろうなと思って持ってきました。これを持ってきて、でも割とね、ほらでかいのよ。でかいから効くかは知りませんけど持ってきました。上着はこれ、上着はこれを着ます。よいしょよいしょよいしょ。今何分、今何分ですか。今何分、時間大丈夫かしら。8時20分。 OK、 ありがとう。割とまずい、まずいな、まずいぞ。頑張れ私、頑張れ私。コンビニ行ってお茶だけは買いたい、コンビニ行ってお茶だけは買いたいという事実。なんでこんな服持ってきたの、絶対こんな服いなかった。バカだ、バカだぞ私は。すごく、よいしょ。昨日さ、インスタ見てたら、なんかザラのさ新作の服が超可愛くて、ゲットするしかないなって思った。靴は黒いブーツだからスニーカーはしまう。よいしょ。コートは畳む、畳んでうーぼーん。そしてこの中に、この中を閉める。そしてこれを閉める。よいしょ。よいしょ。そしたら、よいしょ、
靴をしまう。履く靴はもうでも、そう、一日ね、しまわなきゃ。で、このでっかいのを あ、ベルト忘れてた。でっかいのを入れる。そしてお靴を入れる。昨日かぶってた帽子も入れる。バイバイ。そしてカバンをクックッとして入れる。最後にコテを入れる。コテあと1個あるよね。コテをしまう。いや、荷物多くね、部屋の。行けばしまるかな。無理やり閉めるのが私なんですよね。で、とどろきを最後にしまう。あの、とどろき。そしてこれはこっち。 OK。 あと入れるものないよね。最後に忘れ物気づくのが一番嫌だからね。よし、閉めるぞ。暗い体重ちょっと今からすることは見なかったことにしてくださいね。いきます。うら、暗い体重攻撃。あ、今日余裕で閉まりそう。でも言うて、昨日からさ、チャックが壊れてさ、本当に。グレーです。よいしょ。そしてお靴を履く。OK。ねえ見て。あ、まだ。この間眠すぎてさ、ぼーっとしてて道路でこけた時の泡ざです。割とでかい、割とでかい泡だ。テヘペロ、テヘペロです。これが噂によるテヘペロです。寒くないの今のところ？今のところ寒くはないかな。今のところね、多分部屋出たら超寒いと思う。そしてこの医師が考えたマスクをつけます。ではこの、マスクのかけ方講座です。まずこれを半分に折ります。金具のところ。そしてこの金具のところを 山折りしていきます。こんな感じです。そしてこれをこうやって、こうやって、こうやってつけます。
完了です。そして最後に イヤリングつけます。そしたら最後にあ、入るかな、入るか、最後に充電器を抜きます。そしてモバ充のところにくるくる巻きます。顔小さいね、よく言われます。よし、よし、よし。そしたらちょっと待っててね。そしたら、キューッと入れて、最後に部屋の鍵を取ってきますね。ちょっとこの中にさ、待って、事件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 、事件が起きた。あ、ここにあった。一瞬部屋の鍵がないかと思った。よいしょ。お財布を入れて、携帯、カバンを閉めて、そしてこれをこうやってかける。そして上着を着る。完了だぜ、完了だぜ、いい感じだぜ。よし、それでは皆様、準備が完了したということで、行ってきたいと思います。朝から配信を見てくださった方々ありがとうございます。今日はついにお話し会ということで楽しみましょう。またね、あの今日のさ、服装とかさ、髪型とかインスタ載っけられたらなと思うので、そちらもチェックよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバーイ。3、2、あ、待って、ランキング発表しなかった。13位ニャさん、あとでます。12位キクちゃん、あとでます。11位ヒロイさん、あとでます。9位は10位くましろさん、あとでます。9位スペースゴーさん、あとでます。8位エナさん、あとでます。7位リカさん、あとでます。6位ブラックスターさん、ございます。5位スカイスさん、ございます。4位カトップさん、ございます。3位ケンオパチさん、ございます。2位ひろゆきさん、ありがとうございます。7位はコバさんです、ございます。コバさん、ありがとう、ありがとうございます。キャッチフレーズをしたいと思います。いいのか、もっともっとって言ったら、6もっとって言ってください。いきますよ。
もっともっと奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました17歳、のんのんこと奥本やんです。よろしくお願いします。イエー。はい、ということでありがとうございました。元気に今日も頑張りましょう。ということでコンビニに寄って待ち合わせ場所に向かいたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。3210アデュー。また後でお会いしましょう。バイバーイ。